この日はアーユルヴェーダのハーブティーの試飲やハーブ農園の見学に行きました。ここにあるものはハーブやスパイスの効果を持つ紅茶です。デトックスや代謝を良くするもの、ストレスを軽減するもの、ホルモンバランスを整えるものなど、様々な用途別に分かれています。またアーユルヴェーダではお茶湯が万能薬とされていて、食事の際は必ずお茶湯を飲みます。食事の前や食事中にお茶湯を飲むことはスムーズな消化を助けてくれるそうです。それ以外にも体を温めてくれたり、むくみや体の重さを軽減したり、あとはデトックス効果もあるそうです。私も普段の生活にも取り入れていこうっていうふうに思いました。これからハーブ農園の見学に行ってきます。シダレッパのホテルのイベントでスリランカのカレー作りを体験しました。こんな感じで何種類もスパイスを使って作っていきます。日本のカレーの作り方とは本当に全く違くて、まずはスパイスやニンニクを空炒りして、そこにココナッツウォーターを加えて作っていきます。で、その中に大きめにカットした野菜や魚を入れます。豆のカレーを作りました。日本のカレーとは作り方も味も全然違くてすごく面白かったです。じゃん、このシダレッパっていうのがこの今私が泊まってるホテルの名前でもあるし、スリランカのアーユルヴェーダといえばシダレッパっていうくらい、アーユルヴェーダの老舗がこのシダレッパっていうブランドみたいです。で、これまだ少ししか買ってないんですけど、友達とかに配る用のお土産もう全部シダレッパでとりあえず買いました。で、さっきのバームとオイル、あとはこれはなんだ、バスソルトですね。これもシダレッパのものを買いました。このバームなんですけど、結構柔らかめのバセリンみたいな感じ、すっごい柔らかいバセリンで、匂いはすっきりハーブ系っていう感じで、ユーカリオイルとかあとシナモンとかが入っていて、こっちの人はもう何にでもこれを使うみたいです。風邪にもそうだし、虫刺され、頭痛、むくみ、と肩こりとか筋肉痛とか、もうとにかく何にでもこれ、絶対一つのお家に一つは絶対このシダレッパバームがあるって言われてるくらい、このバームがすごく主流みたいで、とりあえずこれをいっぱい買って使ってみようってことで、これ一つ開けて今使ってます。そう、ちょっと今お風呂上がりで、髪の毛がまだびちょびちょなんですけど、なんかね、やっぱスリランカにいる時は郷に従えじゃないけど、こういう現地のものを買って実際にその場で使ってみるっていうのがいいかなと思って、いつも海外に行く時は結構そういう風にすることが多くて、バリにいる時はバリの人たちが使ってるものを使ってみたりとか、だから今回もスリランカに来てるので、スリランカの人たちが生活に取り入れてるものとか
うん、当たり前に使っているものを私も使ってみようと思って今使ってます。お買い物中です。アーユルヴェーダ製品を買います。オイルとか、これはエッセンシャルオイルです。これハーブティーです。これ買って帰ろう。何個入ってんだろう。20個。結構いっぱい入ってますね、いっぱい買いましたでも本当に全部安いから、なんでこんなにナチュラルな商品が安いのかが分からない。梱包にお金かけてないから。ああ、言ってましたね。箱とかあんまりお金かけてない。友達に配ります。これエッセンシャルオイルも買いました。ラベンダーと、レモングラスの2種類を買いました。世界遺産のゴールの旧市街にも行ってきました。インド洋を見渡せるヨーロッパ調の街並みがとても素敵でした。周りに雑貨屋さんとかお土産屋さんとかカフェも多くて、すごく最後まで楽しめました。